カール・ラーレンツは、ドイツの司法学者、法哲学者。1933年に、キール大学の教授となり、ナチズムを推進するキール学派に属し、ナチスを正当化する著作を発表した。戦後は、ミュンヘン大学の教授を務めた。代表的な著作に、法学方法,法論がある。カール・ラーレンツは1903年、高等行政裁判所評議員であった父カール・ラーレンツと、 母アイだとの間に生まれた。1926年11月、ゲオルク・アウグスト大学・メッティンゲンで、論文、ヘーゲルの貴族理論と客観的貴族の概念を提出し博士号を取得した。ドイツ法律アカデミーで、男子法などの制定に参与しており、しばしば、法解釈は裁判官のみが行うものではないと、発言した第二次世界大戦の後は、ハンス・フランク。 ローラント・フライスラーなどナチスの法律家、放送が、ニュルンベルク裁判やニュルンベルク継続裁判で、有罪死刑となり、また、カール・シュミットや、元キール学派の他の法学者のように大学に、復帰できなかった人物もいるが、ナチス・ドイツ敗戦時には、キール大学のキール学派は、カール・ラーレンツしか残っておらず、ラーレンツが職を追われたことはなかった。ありがとうございます。